はい、6時半になりました。マダンバシジュンのグッドイブニング沖縄、またよろしくお願いいたします。私、マダンバシジュンと。はい、早めぎのわんのレミタンでお送りします。はい、今日もよろしく、7時までよろしくお願いします。ですね、今日2月22日、今日のテーマ沖縄あるあるにしようと思うんですけどね。はい、はい、はい、はい。その前に、22日っていうのは猫の日って知ってました?知ってました。これ、1987年から決まってるみたいな。え、そんなあるんですか?うん。僕が知ったのは、つい先週ぐらいで、はい。ラジオでなんか猫の特集をやってたんで、はあはあ、猫の日ですよ。はい。で、猫大好きで、はい。猫の日っていうのは今日ね、帰ったら猫たちと、美味しいもの食べようかなと思ってるんですけど、実はですね、最近ほら、暑くなったり寒くなったりするじゃないですか。そうですね。はい。で、今日の朝、一番下の黒猫の小豆にですね、毛布の上から下痢されまして、ちょっと大変な。毛布なのに。大変な目にあったという、はい、猫の日です。はい。ということでですね、はい、まだ猫の話したいんだけど、まあ、沖縄あるある行きましょうか。そうですね。はい。先週ですね、はい横浜のカメラマンの金子さんに出ていただきまして、はい、どうもありがとうございました。金子さんとはずっと車でね、はい、一緒に移動したりしてたんですけど、まあ、話題になるのはやっぱり沖縄の言葉とかね、はいはい、習慣とかこうだねっていうのが、まあよく出てきて、特にね、今まで気がつかなかったことがあって、例えばですね、ピンクイという、呼び方ですね。いますね。ネットでもね、ピンクイっていう言い方が、まあ、可愛らしいと。うん。で、何かのね、パーティーで、何でしたっけね、ドレスコード。何かを持っていくときに、ピンクイもの、ピンクイものを持っていきなさいっていう、そういう指定があって、はい、知らない人は、ピンクイもを持っていくもんだと思ったということなんですけどね。ああ。これ普通に使うんですかね。ピンクイは言いますね。なんだろう、あとは。なんかありますかね、ピンクイ、うん。で、まあちょっとそれ可愛らしいなと思ったんで、うんうん、まあこれからできれば使っていきたいなと思ってるんですけど、はい。あとはね、日にち、何日っていうね、その言い方でね、はい、うんうん、例えば、5日っていうふうに言うのか、あ、僕はずーっと5日って言ってたんですね。はいはいはい。で、9日だったら沖縄だったら9日っていう人が、ああ、それはもう個人差じゃないですか。あ、特に決まってないんですかね。っていう日もあるし、8日っていうし、20日っていうし。あ、でも9日あんまり言わない?いや、言います、言います、言います。まあ、5日っていうのがね、まあ実はまあ、一時期ですね、はい、地元の企業にちょっと勤めてたことがありましてね。はい。で、まあ、非常に、適当な社員がいまして。はい。で、彼と、誕生日が一緒だったんですね。2月の5日。まあ、つい最近。あ、そうだったんですか。おめでとうございました。知らなかった。別に、お披露目するわけじゃないですけど。はい、で、2月の5日になるとですね、あ、じゅんさん、5日ですね、と一緒ですねって言うんですけどね。まあ、そいつだったらあれだけど、朝、直行して直帰でもう家に帰ってしまうと、ほとんど仕事してないような人だったんでね。で、まあ、そういう人からですね、誕生日一緒ですねって言われてもあんまり嬉しくなかったんで。確かに。はい。だから、5日っていうのはそういうところでは非常にあんまりイメージが良くないなっていうところが。まあ、これ個人的な話なんで、うん、はい、気にされないでください。はい。あとはですね、金子さん。はい。は、やっぱり天ぷらがね。はいはい。衣がついた天ぷらは、うんうん、あれはダメだと。あれ、やっぱり、私は別物だと思ってます、うん。この天ぷらというかフライですよね。あ、そうですね。逆に沖縄の天ぷら好きなんですよ。フリッターというか。そうそうそう。私もなんか好きですけど、うん、こう日本式のこのなんでしょう、衣が薄くて、カラッとしたやつ、ね。カラッとしたやつとは別物だと思って食べてます。あ、なるほど。そうか、はい。でも天ぷらはね、安くて美味しいしね、よく大島あるじゃないですか。はいはいはい。猫ちゃんもいっぱいいるし、大島。そうそう。あそこで、大城天ぷら店ですかね。ど
あの島の中、入っていたところですかね。中ちょっと入っていた。はいはいはい。あそこで買って、あんまり猫に食べさせるなって言われてたんですけど、猫と一緒に、食べるのが楽しみだった時期がありますね。うん、私も結構行きますね。最近あんまり行けてないですけど、はい、やっぱり猫がいるっていうのがいいですよね。そうなんですよ。で、一回ね、まあ今みたいにね、猫と暮らすような生活をしてなかったんで、うん、キャットフードを買っていったんですね、はいはい、まあ。猫が切れるとやっぱり寂しいんで、うん。で、キャットフードを買っていったらみんな食べないんですよね。で、天ぷらを買って食べてると、少し分けてあげるとね、なるほど。もう食べ慣れちゃってるんだ、猫ちゃんたちも。で、ふと見ると、縦札があって猫に餌をあげないでください。ありましたね。はい。まあ、これが、まあ、天ぷらの話ですね。はいはい。あとはですね、お墓がでかいっていう話もされてましたね、そうですね、かんこさん。はい。内地のお墓ってどんな感じですか？普通のお墓です。普通のちっちゃな、普通のお墓が、あれですよね。遺伝碑じゃない。こう、なんていうのかな、こう、普通の、そんな大きくない。一人一個のやつですよね。まあそうですね。その、飼ってるやつ。何々家のお墓。何々家の。はい、沖縄って、その、お墓の文化が多分違うんですよね。一人一個じゃなくて、ムンチューバカつって、その、みんな入る、ここに、みたいな。ですね。だからなのかなっては思ってはいるんですけど、あと台風もあるんで、あの形だと危ないんじゃないですか。内地のあの形だと。わかんないですけど。私は勝手にそう思ってます。まあ、内地っていうかね、そこの、向こうのお墓っていうのは、はいはい、昔地震が来た時に、はい、青山墓地のこのお墓の倒れ具合でね、はあはあ、どのぐらいの震度になったのかを測るっていう話もあったみたいなんですけどね。地震のじゃあ指標でも。面白い。で、沖縄のお墓は僕は打ち合わせに、まあ、行ったり来たりして、はい、北中城に、マンションのディベロッパーさんがあって、はい、で、打ち合わせがあったんで、2階がそこのお店だったんで、上がって、ふと外を見たら、ここの建物よりもでかいお墓がそこにあるじゃないかっていうね、これにびっくりしたことがありましたね。そこまで大きいお墓はね、相当ななんか、名家というか、うん、そういう感じなんでしょうけど。はい、ですね。本当に住めますよね。住めるぐらいの、その、なんでしょう、土地の広さが。そうなんですよ。ありますよね。四季名に初めて住んだところが四季名なんですけど、はいはい、で、ちょっと、小高いところにありましてね。うんうん、で、仕事先の社長と、まあ、そこのアトリエをお借りしてたんで、はいはい、一緒に外を眺めているときに、なんか、こう、一角が暗い街並みがあって、で、はあ、あのあたり街暗くないですかって、うん、いや、ジュンさん、あれはお墓の式内縁なんですよって言われて。式内縁のところだ、ね。それ、もう街並みに見えるぐらいね。確かに確かに。でかい範囲を占めているっていうのにびっくりしたんですね。そう、なんか私のひいおばあちゃんのお墓が式内縁にあるんですけど、だからおじいちゃんとかが、こう、シーミーとかになったら、そのお墓に向けて行くわけですけど、うん、同じ景色なわけじゃないですか。うん、よくたどり着けるなって思うぐらい。ですね。たくさんあるんですよね。そうそうそう。未だに謎です。みんなどうやって自分家のお墓にたどり着いてるんだろう。目印とかも大してないじゃないですか。ないですね。すごいなと思います、毎回毎回。そうですよね。あれ迷いそうですよね。迷います。私は多分たどり着けない。でもまあ逆にその頃はね、夜中までっていうか、まあ夜仕事して帰ってくると、うん、その式内縁か、はい、坂道を通って自分の住んでいるところに帰らなきゃいけなかったんですけど、特にお墓という意識はなかったんで、うん、全然怖くはないんでね、うん、当時お借りしていた松田のロードスターをオープンカーにしてそのまま走っていったと。今だったらちょっと怖いですけどね。ちょっと怖いですね。まあそういう違いもあるんですけど、もうやっぱり慣れちゃうと、こういう感じなんだなっていう。まあ意外と平気ですよね。あとはですね、まあ、これも、どうなのかわかんないですけど、内地、あるいは大和と呼ぶっていうのがあるじゃないですか。そうですね。その辺の、他府県って言わないのかなっていう。県外って言ったりはしますかね。うん。まあ、県外。島になってるんで、そんな感じになるのか。でも、さっき調べたんですよ。うん、私も気になって。そしたら、北海道の方も内地って言うらしい、うん。あ、そうなんだ。で、それがなんか戦争の名残というか、そういう感じらしいですよ。外地。だから、その、なんでしょう、北海道があって、で、普通のこの本州っていうんですか。はい。は内地。それ。
その外は外地って呼んでたらしいです。あ、そうなんですね。そうそうそう。沖縄もなんかそんな感じなのかなって思ってます、うん、勝手に。で、私英語でもメインランドって言いますかね、本州のこと。日本の？そうそうそう、日本の。って言うんですよ。ええ、あ、そうなんです。そうそうそう、ええ。だからそういうのもあるのかなと思ってます。あ、そうかもしれないですね。うん、なんかその言葉がね、なんていうのかな、上下関係があったりとかね、なんかこう取り方によって嫌な感じがするっていう人もいるのかもしれないけど、まあ、僕はないんですけど。単純に、中の方だから、まあ、っていう感じですよ、まあすね、私からしたら。うんうん、ナイチャーとかも、なんか差別用語だとか言う人いますけど、別にそんなに深い意味はなくて、私は。ですよね。なんか、もうちょっと上の世代になるとわかんないですけど、うん。変わってくるかもしれないですけど。うん、そうそうそう。私だからすると、ただ別にそんなに深い意味はないし、ただ、ジュンさんみたいな、その、なんて言うんでしょう。県外から移住してきた方のこと、島ないちゃとか言ったりするけど、そんなになんか深い意味はない気がします。ですね。まあ、いまだにね、どこ行ってもね、観光客と間違えられるんで、島ないちゃなんですけどね。はい。私もよく観光客と間違えられるので、あんまりなんか、って感じですけど。なるほど。あともう一つですね。はい。やっぱり、呼び名ですね。はい、なんだっけ。このラジオのパーソナリティのヒーフーミーさんとか伸ばすじゃないですか。はいはいはい、これ、調べました。これも気になって。はい、本当にみんな、だ二文字だったらミーカーとか、リーサーとか伸ばすじゃないですか。ですね、で、三文字の人も二文字になったりするんですよ。あ、そうなんだ。そう、私の母、はい、ともみなんですけど、ともみだけど、みんなモーミーモーミーって呼ぶんですよ。ああ、そっか。とか、まあ、アリサだったらアーギーとか。ああ、なるほど。はるかとか、はるなとか、はるとかになったりするんですけど。これは、特に女性だけじゃなくて、男性もそうですね。男子もそうですね。うん、だから、それ調べたら、その、内縄口の特徴として、その語尾を伸ばす音引きっていうのがあるらしい。あ、なるほど。で、その、その音引きが主に名詞に使われるらしいんですよ。うん、だから人とか物とかに使われるらしくて、だゴーヤーとかもゴーヤーじゃないですか。あ、そっかそっか。とか、ナーベーラーとか、はい、マヤーとかも伸ばすじゃないですか。なるほど。マヤーは猫ですね。そうですね。そうそうそう。うんうん、とか、で、それの、なんか、延長なんじゃないか説がネットで出てました。この確かなことはわかんないけど、そういう文化があるから、そうなってるんじゃないかっていう。まあ、確かに苗字で呼ぶとね、区別つかないんで、はい。同じ名字の人多いじゃないですか。ですよね。私も平なんですけど、平さんなんてその辺に、うん。平さんいっぱいいるし。だからまあ、小学校とか中学校とかをよくわかるんですけど、うん、やっぱ地域ごとに多い名字があるじゃないですか。あ、ですね。で私、ハイバルだったので、大城とか多かったんですけど、うん、大城さんマジでクラスに3人いるみたいな感じだったから、それもあるのかなと思ってます。比嘉とかもね、めちゃくちゃいるし。金城さん、宮城さんとかね。あ、そうそうそう。同姓同名の人も結構多そうで、一回、半日の検診に行ったことがあるんですね。はあ、で、大城なんとかさんって言ったら、わしだ、わしだってみんな手を挙げていて、みんな同じ名前なんだなって思って。うん、そう、だから、なんか生年月日でどうにかね、区別をつけるんですけど。ああ、なるほどね。そうそうそう。私も同姓同名まではいかないですけど、同じ漢字の人間までは見つけたことあります。なるほど。そうそうそう。そうか。でもね、やっぱり言いにくい。三文字だったら言いにくいのもあるし、中んだかりさんとかね。うん。言いにくいから、どうしても。そうですね。長い名字もありますからね。なるほど。わかりました。あと、まあ、僕の好きな怪談シリーズの YouTube 見てると、ヤースーさんっていう人がね、沖縄出身で、うん、ばあ様が、ユタをやっているという。はあ、やっていたのかな。はあ、で、その、まあ、関係で、やっぱりその能力もあるし、うん、っていうことでいろいろと見たりするというような人も安さんでいるというところで、はい。なるほど。階段か。うん、まあ、夏場はね、階段も、やってみたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、後半はですね、はい、まあ、あるあるもそうなんですけど、今後、この放送、どういうふうな、テーマ、目標としてやっていくかってちょっとお話し、させていただきたいなと思っています。はい。はい。じゃあその前に一曲。そうですね。今日猫の日ですから。はい。魔女の宅急便の主題歌の。
ルージュの伝言。あ、もう切れたと思ってた。あ、はい、行きます。はい、ルージュの伝言ですね。よろしくお願いします。このマイクで声が入るから。マイクオンにしたままこっち外してツイキャスだけに入れるみたいな使い方ができるんで。なるほど。これ、あの、あれとかじゃなくて、何でしたっけ？あの、あっちのスタジオで言う。あっちのスタジオで言う、普通のマイクなんだけど、あっちも同じ使い方実はできて、これ放送に載せてる音源だから、上げてると放送には載らないけど、ツイキャスにはそのまま、このマイクから入る。普通に放送したいときはこれ押せばいいんですか？そうそうそう。ごめん、ちょっと難しいかもしれないけど。ちょっと後でやりましょう。まあ、徐々に慣れていきましょう。今は大丈夫です。うん、10秒でいきます。いきます。今日お誕生日の人いるんでちょっとメッセージを。はい、後半戦ですね。まずですね、今日2月22日お誕生日の方いらっしゃいましたね、はい、僕の友達で一人はね、三線の師匠なんですけど、あげおうだから、埼玉ですね、うんうん、の、高橋恵子さん、はい、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。と、東京の、反町忍さん、はい、この方も、今日誕生日で、はい、はい、聞いていらっしゃったら、またお会いしましょう。よろしくお願いします、はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ということで、はい、後半戦になります。はい、で、沖縄あるあるまだ何かありましたっけね。沖縄あるある何でしょうか。まあ、ね、沖縄の人に聞くのもなんだけど、まあ、あったらまたね、いろいろと、DM いただければ、はい、こんなのもあるぞとかね、言っていただければいいと思いますね。でね、まあ、
今後、この放送、マダムバシジュンの、はい、グッドイブニングどうしていくかということで、いろいろテーマのシリーズ化をしようとね、はいはい、いうことで。作戦会議をね。はい。でね、これはですね、沖縄の観光客、まあ、一つ目はですね、はい、観光に来られた方、もしくは沖縄フリークの方で、この番組出たいっていう方がいれば、どんどん、DM していただければと思います。で、以下同様なんですけど、はい、沖縄に移住したい、もしくは、沖縄に移住しました、という、方がいらっしゃいましたら、またここに出ていただいて、お話聞きたいな、というふうに思ってます。で、三つ目がですね、はい、沖縄で頑張る女性シリーズ。はい、これはぜひね、実現したいと思いまして。そうですね。はい。すでに、お一人ね、ちょっと呼びかけをしているところでございましてね。うんうん、はい。離婚率が高いっていうのが何なのか。まあ、これは全国的なものかもしれないけれども。沖縄は特にですかね、やっぱり。うん。まあ、以前に勤めていたところでも、はい、とね、彼女は23か24、今ね。はい。で、もうすでに女の子がいて、はい。で、しっかりとそこで仕事をしてもらったっていう、うんうん、人がいましてね。こんな若いのにもう、一人で、はい、頑張ってるなっていう人もいますんで、うんうん、だからまあ、いろんな環境の方いらっしゃると思うんですけど、やっぱり確かに。私の周りも頑張ってるシングルマザーがたくさんいる気がします。そうですね。そうですね。まあ、おっさんでもいるんですけどね、うんうん、離婚なんかもしたっていう人もいますけど、はいはい、やっぱり頑張って、どういうふうにしたら頑張っていけるかなとかね、うんうん、そういう話を聞いてみて、まあ、それを今後参考にさせていただいて、うん、そうですね。雇用、どうやったら雇用を促進できるかなっていうのを考えていきたいなっていうふうに思っていますので、うんうんうん、でね、はい。3番目、沖縄で頑張る女性シリーズですね。はい、4番目、いい男、いい女シリーズ。これも考えてまして、ビジュアルで、いい男、いい女ではないんです。まあ、そういう人もいるでしょうけど、まあ、でも内面からね、ええ、いい人を。もう、かっこいいなっていうね、うんうん、男女、関係なく、年齢関係なくね、いると思うんで。そうですね。はい。そういう人が、おられましたら、もうそこの高保さん、もしよければ、いい男シリーズで出てきてください。はい。吉田さんも、はい、お待ちしておりますんで。一件、こんばんはというコメント入りましたね。あ、はい。はい、こんばんは。秀樹。秀樹金子さん。あ、先週の金子さんではなくて。ではなくて。はい。秀樹金子さん、どうも。どうも。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、はい、じゃあ行きましょうか。はい、ですね、沖縄で頑張る議員シリーズ。あ、これはですね、以前別の放送局で、はいはい、知り合った那覇市の市会議員さんがいらっしゃいましたね。で、まあ、彼には今後、いろんなことをちょっとお願いしていきたいなっていうふうに考えてますんで、ぜひ一度ここにも出ていただきたいなと思ってまして。うんうん、まあ、内容はですね、この間、能登の地震があって、はいはいはい、住むところがなくなった。うん、ということで、じゃあ、まあ、いろんなところに住むところを探してこられる方、はい、まあ、沖縄でも、受け入れる体制をね、作ってるんですけど、うんうん、まあ、今、特に那覇、まあ、沖縄市もそうかもしれないんですけど、はい、古い民家のアパートがあるじゃないですか。そうですね。で、あれをいかに改修して、でもまた地震来たら怖いなっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、そこでですね、私は一応建築の構造の専門家でもあるので、はいはい、こうやったら耐震補強補修できますよってことを、ご提案させていただきながら、市とかですね、県とか、はい、協力できないかなっていうところで話したいなと思ってる。そのシリーズですね。次にですね、6番目はね、沖縄の映画、音楽などの作る人シリーズ。はあ、これもまあ、これから予定をしているところでもあるんですけど、うん、ハッピーサンドイッチを作られた、はい、映画監督の方に、出ていただきたいなと思っておりまして、うんうん、はい。そういうこと。沖縄は特にね、はい、作る人多いですもんね。そうなんですよ。まあ、これ、映画に限らず音楽にしてもですね、はい、レミさんも音楽やってるんでね。でね、うんうん、はい。まあ、第一番のゲストとして、レミさん、出ていただければ。いつもと変わらないじゃないですか。そうですね。ということで、もうエンディングになってきたので、はい、その残り、あとですね、沖縄の受験生シリーズ。はい。まあ、塾が多いんでね。そうなんですか？うん。
もう、例えば、あそこの、義母駅とかですね。そうですね。あの辺ずっと見てると、ずっと塾が続いてるんで。確かに。牧師駅とか、牧師駅じゃない、あさと駅とかもそうかもしれません。そうなんですよ。もう皆さん頑張ってるなと思ってるんで。確かに、確かに。はい。受験生シリーズ、受験生の方出ていただければいいなと思ってます。はい。なるほど、なるほど。残りはいろいろあるんですけど、これ来週に持ち越しでですね。そうですね。はい。で、来週はですね、もう沖縄地元の、旅行会社の社長。はい、お呼びしてまして、実は空手の同僚なんですけど。あ、そうなんですね。はい。半分何言ってるかわからない人をお招きしました。何ですか、それ。はい、いや、浄土の言葉で喋られるんで、あんまりよくわからないっていうところありまして。なるほど。はい。ということで、今日、はい、すぐ終わっちゃいましたけど。そうですね。はい、また来週も。いっぱいありましたね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。